一日一札幌たぬき工事を歩く一丁目。今回からですね、シリーズとしましてたぬき工事を歩くをお送りします。その第一回目はたぬき工事一丁目でございます。たぬき工事はですね、南二条と南三条、札幌市中央区の南二条と南三条の間にありますアーケード街です。ここ一丁目でございまして、まず最初に見えたのが内臓専門店、そしてここがカレー料理専門店デリ、それから佐世保バーガーの店と、ここ一丁目ですね、入ってすぐは飲食店が連なっております。お食べ物屋が多いのかななんて思いましたらですね、この後はですね、ここからは洋服屋さん、衣料店が続きます。一時ですね、このたぬき工事って古着屋とかですね、洋服屋がものすごいたくさんあった時期がありまして、一丁目はですね、その名残という感じでですね、洋服屋さんが結構多いです。そしてこういった感じでですね、昔からあるようなハンコ屋さんがあったり、ここは七蔵屋ですね、七屋さんですね、七蔵屋のですね、この目の前にはですね、いかにもザ・北海道らしいですね、熊の置物があるんですね。で、この熊の名前が、七蔵八太郎というということで、ここはですね、かなり観光客、特にアジア系の観光客の方はですね、記念撮影を撮っていることもあってですね、この七蔵八太郎のところは、外国人がガーッと賑わっている時があります。そしてこの辺もですね、まあ、また洋服屋さんもあったり、しまして、やっぱり一丁目は服関連が圧倒的に多いでございますね。アーケード街のですね、一番西側ですね、南二条と南三条の一丁目、たぬき工事でございまして、洋服屋がずらーっと並んで、一丁目の一番西側ですね、二丁目に向かう一番西側には、ここにはドラッグストアがあります。そして、反対側ですね、今日はちょっと定休日なんですけども、ラーメン屋があったりするわけでございますね。そしてサンクスがありまして、以上がたぬき工事一丁目でございました。